壮大に描かれた、吉丹人の駅丹は、4世紀から14世紀にかけて、満州から中央アジアの地域に存在した、反応、反北の民族。10世紀初頭に、現在の中華人民共和国に相当する地域の北部に帝国を建国し、国号を両と号した。しかし12世紀に入り次第に勢力を強める女神が、壮と結びなんかし、 攻撃された領は1125年に滅ぼされた。喫丹人の多くは女神に取り込まれ、一部は中央アジアに逃れて、清涼を建てた。漁師に記される伝承によれば、土川の東にある、馬市山から白馬に乗った新人が、火星岩の平地松林から青い牛の牛車に、乗った天女が、領河の合流地点にある木早まで出会い結婚して8人の子を設け、 喫炭古八部の祖先になったとされ、中国の歴史教科書にも紹介されている。また、英州木葉山に、疾祖木首加岩の祖病があり、カトンと先のヤコの像があるとする。喫炭の起源は、卓抜部ではない境文部から古くに分かれた、東部、先尾の光栄で、倉、幕系もしくは、失意と同系になる、考えられている。新東女では、 かつて郷土に破られて逃れてきた、東湖の子孫とする。義書、北史、随書によると、右門部であった慶とも繋がりがあり、共に四世紀半ばに前縁の母様に敗北し、松清の間に逃れて居住し、三百八十八年に北義に破れ、慶と分離し、その東方に暮らすようになったとされる。五世紀頃の東一諸国と吉丹の位置。世紀頃の東一諸国と吉丹の位置。 5世紀に至って人口が増え、北儀の北方を犯すようになった。5世紀半ばから北儀に調考し、講師を行うようになった。479年、従前と組んだ、高栗の侵略を恐れ、北儀に着下し、白狼水の東岸一帯に移り住んだ。この時の人口は1万4人であったと伝えられる。6世紀に入っても北儀への調考は耐えなかった。 553年には、北西の国境を犯して、文宣帝に敗北し、部族の大部分が捕らえられて、諸州に分置される。残った部族もまた、突血に攻められ、高栗を頼っていった。この時代のタンは、質満タンアダイナに、グブセ、ドル、カオルは、リョウ、キレン、ビキュハジムシカ、ハキロクカン、ハネマコウの、小八部から構成され、常には、 連盟していなかったとされる。6世紀末8世紀には、西は老公川から、東は領が、南は朝日までの地域に住み、北西に従属していた9つの州に居住する大賀市八部が連盟を結び、支部から出た大賀市を訓長にいただいていた。戦争を行うときは、八部が合議して行い、独断で行うことはできない、合議体制であった。首領は、 部別に行われたが、戦争は合同で行ったと伝えられる。七世紀後半の統一諸国と等の厳しい当初は特決に信じし、八部の属長は資金の管に認じられる。584年から585年にかけて、隋に来行する。586年、部族同士の争いが行われ、隋の文庭は死者を使わして、これを責める。そのため、 キッタンは隋に罪を射した。この後、高栗に従属していた、極四所部、元州、突血に従属していた内警部一周の合わせて十部族が隋へ基準する。隋は、突血との友好のため、彼らをこ地に返そうとしたが、これを拒否し、北に移って遊牧する。突血は、砂場略加岸の時に人を使わして統治したが、キッタンはこれを殺して逃れ。 611年に、改めて、隋に調考する。618年、隋末当初の戦乱の際に、中国を侵略し、619年には兵衆を攻める。621年、吉丹別部の収卒である、孫高僧が唐に使いを使わし、つく。623年、唐の利縁に使者を送り、功能を行う。二十八年には、君長の魔界が部族を率いて、 唐に来航する。特決の決理河岸は引き渡しを求めたが、唐の李政民はこれを拒絶した。645年、唐の高栗攻撃に参加し、その期路に、訓長である大賀氏の岩屋歌が左武衛将軍に、任じられる。648年には、唐に内属し、松清と徳及び、知事説住就所軍事に任じられ、国政の利子をもらう。この頃には、 特決から来航した、松清支部、正州、坂支州の両州と支部から分かれた、おつし川部隊大州を加え十二部となり、勝兵四万を用して、厳政策の管理会を置かれた。岩屋多の死後、松清と徳のあうらない方が刑と結んで反乱を、起こすが、六百六十年、党の皇軍総監であるアシト、足とくくるる日に敗れて鎮圧された。岩屋多の孫である、 李仁中が、松清と徳となる。696年5月、不足点の統治下の下、英州衆と徳、長文の横暴略奪に不満が講じて、李仁中と、孫高僧の孫、孫万栄が、長文を殺害し、英州を奪うと、10日のうちに、数万の兵が放棄、再度反乱を起こした。吉丹軍は兵を率いて、河北一帯を、あだりゃくし、 8月28日には西、石ヶ谷、木谷で東軍を大破するが、その後、兵衆の攻略に失敗。10月22日に、李仁中は病死した。697年3月、孫万栄は再び東軍と東、石ヶ谷で交戦し壊滅させる。5月に入り、東は20万の兵を組織。6月下旬に、吉丹軍は上州を攻略するが、 数日後に東軍が刑を率いて、孫万英の新築した城を落城させると、将兵の心が離れ、吉丹軍は、解散、6月30日に、孫万英は、部下の手で暴殺された。これにより、吉丹は、特決の参加に入ることとなった。700年、理解固まら、かつての孫万坂から東に降伏した将によって、吉丹は敗北する。8世紀、 9世紀の遠い諸国。七百十四年、吉炭主領の李出葛が部族を率いて、幻想期の党に降伏する。李出葛は改めて、松清と徳となり、松清軍王に任じられる。李出葛は、長安に出向き、七百十七年、創出外の女子である英楽公主の効果を受ける。七百十八年、李出葛が死去し、その重党を党との釈迦号を継いだ。 シャカタは大臣であり、行有で終身を得ていたカトクカンと不仲となり、カトクカンに攻められ、英州まで逃亡する。当の英州都督は、シャカタと慶応李大輔及び、当軍の精鋭500名にカトクカンを攻撃させるが、シャカタ、李大輔は殺され、当軍の将は捕らえられる。英州都督は西に逃亡した。カトクは、シャの 七弟にあたる、うつぼを立て、とうに罪を凍ったので、うつぼが、松清と特に認じられた。七百二十二年、うつぼは、長安に出向き、降下を凍ったので、松清軍王に封じられ、つばめ軍公主が降下する。加藤星も来朝し、サウリン将軍に認じられる。七百二十三年、うつぼが死去し、弟のトカンが後を継ぎ、つばめ軍講師を妻とする。 都カンはカト官カンと反目し、725年、ツバメ軍公主と共に、党に基本し、吉丹に戻らなかった。そのため、カト官カンは、李仁中の弟である、小方を、おもとした。冬に、元想の大山への宝然の際に、小方派行在所に出向き、高家軍王に封じられ、党家公主が降下させられる。カト官カンは党に礼遇され、不平を抱いていたと伝えられる。 730年、加徳官は、小方を殺し、刑と共に、突決に降る。加徳官発掘列を、主とする。732年、党の信康を、利率いる党軍に敗れ、多くの者が捕らえられて、加徳官は逃亡し、刑も党に降伏する。733年、党を侵略する。加徳官は、突決と連合し、党軍を大破する。唐の討伐軍に、 蝶守刑が認じられ、家督官は偽って降伏し、突決につこうとするが、蝶守刑の離反作により、家督官を兵を文章していた、松清志不賀官、李香織が野衆を行い、家督官と、屈烈を殺した。七百三十五年、李香織は党により、北平軍王に封じられ、松清志と得となる。同年、家督官の与党であった黒土里が、李香織を殺し、その後、 ラツカンは唐に逃げていった。737年、蝶守る刑によって、再度破られる。この頃に、大賀氏と八部は戦術の戦乱と内紛で、水尾長三し、八部の大卒であった、春香蓮氏のリフトコロ州が、黒土里によって、建てられ、相馬河岸となる。745年、唐に降り、リフトコロ州は、松清人特に任じられ、高志順王に封じられる。 また、政学公主の効果を受ける。同年、慶ともに反乱を起こし、政学公主を殺したが、党の節度師であった安禄山によって敗れる。党によって、海落ちが国王に封じられる。750年、安禄山によって、吉丹、慶の宗長が多く、毒殺される。751年、吉丹が反乱を起こそうとしているとして、安禄山によって攻められたが、 これを大破する。753年、再び、塔に降伏する。756年、安氏の乱の勃発後、安独山が不在となっていた繁栄を経と共に攻撃する。なお、安独山廃下には、多数の吉丹人が入っていたと伝えられる。この後、安氏の乱の混乱と後に、河北に、節土師が拡挙することにより、 文献によって記述が大きく異なり、半然としないが、ハカレン氏が三部のヤリツ氏、二部の新ソカ氏を含めた、一族の十部とも十二部とも二十部とも記される書部が、吉ンを統治したとされる。また、河北の節度氏が兵備を厳しくしたため、吉ンの信仰は少なく、毎年もしくは各年に、死者が長安に入り、党の皇帝に面会した。その一方で、吉丹は、 ウイグルに付随していたと伝えられる。842年、ウイグルが敗れたため、州の屈辱が党に内部し、印を与えられる。皆数年間に党に死者を入庁させた、吉炭王を、州南寺の時に、部族はようやく強くなり、州南寺の死後、一族の金徳が後を継いだ。党末、後継玄関に、刑や失意を侵略して服属させ、 劉飛と市京を何度も攻めた。金徳の晩年に政治が衰え、その死後、鉄らつ部のヤリツ・アボキが、喫炭王となった。十世紀の喫炭の藩と、寮、聖火、北宗の維持。十世紀にヤリツ・アボキが登場し、八部をまとめ、九百十六年に、党滅亡後の混乱に乗じて、自らの国を建て、国号を領とし、喫炭国皇帝となった。 喫ンは勢力を拡大して、北の女子にや西の聖火、ウイグル、特欠処分、砂田処分を服属させ、東の牧海や西のカラスイ西へを滅ぼした。二代目、ヤリツ・徳光の頃、高等では、内紛が起こり、石高氏に正当なる者として、進む皇帝の称号を与え、援助をし、縁運十六州の割上を成立させる。こうして高等は滅び、 更新が建国となる。その後、しばらくの間は、中国文化を取り入れようとするハト吉端の独自風習を守ろうとするハトに分かれて、内部構想が起き、南に介入する余裕がなくなった。その間に、南では北総が成立する。内部構想は六代目制周期に一段落し、再び層と構想するようになった。千四年、南下した両土北層は、 名役の名を結び、北宋から領へ、莫大な財貨が毎年送られるようになった。経済力をつけた領は、東アジアから中央、アジアまで勢力を伸ばした強国となった。しかし、宋からの財貨により働かなくても贅沢ができるようになった領の上層部は、次第に堕落し、武力の低下を招いた。また、内部構想も激しさを増し、その間に、東の満州で、 女神族が台頭し、1125年に、僧の誘いを受けた、女神族の金により量は滅ぼされた。この時に、皇族の野立大石は、部族の一部を引き連れて、中央アジアに遠征し西シウイグル王国、から、藩朝を征服、吉丹語で、クルハーン。中国語では、天佑皇帝と称号を改め、政領を立てた。1126年、 現在のキルギス共和国の首都付近にクズオルドという党を定める。トルコ人にはカラキタイと呼ばれた。これは黒いキ炭タの意味である。ヤリツ大石はさらにセルジューク朝の軍を撃破して中央アジアに基盤を固め、こちらカンを目指して統制の軍を送るが途上で病死した。ヤリツ大石死後の勢力は中央アジアで勢力を保持したがチンギスハーンによって モンゴル高原から追われてかくまったクチュルクによって散脱され、勢量は滅びた。一方で、涼が滅びた時に残った人々は、金の中で書式陣に入れられて厳しい収奪を受けた上に、対南宋戦争では兵士として借り出され、これに反発したキッタン族はたびたび反乱を起こした。特に金の海、両王の時の反乱は、海両王が殺される大きな要因となった。 金滅亡後は、チンギスハーンの下で、漢人に組み入れられた。元来遊牧民で、モンゴル周辺部に居住していた彼らは、ほとんどが、モンゴル人と普通に会話でき、大半は中国語や漢文にもたけていた。そのため、漢人とモンゴル人の橋渡しを行うことが多く、この中に、モンゴル帝国に仕えた、ヤリーツ総在がいる。元来の吉丹人は厳格な士族外婚制を、 行い、同志族内の婚姻は行われなかったが、両建国以前の喫丹は大部分が、両生で占められたため両生による通婚性ともいえ、皇族外婚生と呼ばれる。史書では、喫丹は、末活と同じ風俗とされ、狩猟、略奪を好み、また、天や、その他の毛皮や名馬を交易したと記す。5世紀後半の記録では、人口十数万、 雑畜数十万頭、6世紀末の記録にも、同じく人口十数万、雑畜数十万頭という記述が見られるが、出土物から6世紀後半以降の農業民と、手工業民の文化が認められる。また、新島書には7世紀末に起きた、喫炭の大規模な略奪が書かれており、8世紀中央から両建国前後までは、奴隷制の時代と考えられている。 喫丹人にとって漁業は重要で、領代に至っても漁業は大きな役割を占めていたとされる。司書によれば、喫丹、失意、蔵、幕景、豆曝郎は同じ言語であると記されている。12世紀、中国総大のエビス賢治は、喫丹の章には初め漢文を読むのに、まず俗語でその文句を転倒して習っている。例えば漢文で、鳥宿地中樹。 そう叩き月下門という詩の句を読むとき、月名裏を消文化だ。皆底裏樹状老矢座とするのであると伝えており、吉丹語の構成法は、アルタイ系の SOV 型であると推測することが、できる。19世紀、吉丹語資料の研究が進むと、ドイツのユリウス・ハインリヒ・クラプローとは、満州語に似ているとし、ショットも、ツングース系に属すと推定した。これに対し、 日本の白鳥倉吉は中国史書から吉ン語を抽出し、これを当時の北アジア諸民族の言語と比較した結果、ある単語はモンゴル語、またある単語はツングース語で解えるとし、吉ン語はモンゴル語とツングース語の根性であると推論、現代で言えばソロン人かダフール人かのどちらかに該当するとした。さらに、 ソロン人とダフール人の使用する数字と中国の司書の中から抽出したキッタン語の数字1、5、100の3語を対象させて、それがダフール語に最も禁似しているとした。また、ロシアのニコラス・ポッペの研究によって、ダフール語はモンゴル語の古形をとどめるモンゴル語の一方、ことであることが明らかにされた。よって、 キッタン語はモンゴル語の固形をとどめるモンゴル語の一方ことに最も近い言語と考えてよい。キッタンは中国文化や海骨文化の影響を受け、キッタン語を表記するためのキッタン文字を創出した。漢字を元にしたキッタン王あざとウイグル文字を元にしたキッタン少子の2種類が存在する。920年に寮の矢律アボキが交付し、1191年に金が、 喫端文字使用禁止令を出すまで使用された。司書では、子や孫が死ねばその親は泣いて悲しむが、父母が亡くなった際、泣き悲しむ者は、不走者とされ軽蔑される。遺体は馬車に乗せて山中に入り、木の上に3年間置いて白骨化させた後、その一骨を仮装する。墓は作らず、これは、質儀や豆曝郎と似ている、と記す。 墳墓群も発見されており、多くは仮葬された遺骨や遺界が、武具や陶器などとともに、土壕へ埋葬されているが、高麗や付与の影響を受けた手穴や石棺に埋葬されている場合もある。領代に仏教、道教、儒教が流入する以前は、上記の木葉山と魂を司る黒山に神が宿るとして、木葉山神、黒山の神、天、地、火を祭り信仰していた。 喫炭には、訓長がおり、喫炭を構成する八部族の部族長を束ねる。議会を開き独断をしない。代々大賀氏が訓長を務めていたが、大賀氏が衰退したため、協議の末に、ヤリツ氏が訓長に選ばれる。など、アテナイやローマ等の古代社会に見られる、軍事民主主義が敷かれていた。各部族長は、基本的に、大人と少数が、特決に侵入していた頃は、 資金と称し、党に侵入していた頃は、死となった。以下は、議書と、北氏に、記載の部族名。括弧内は、議所検疎機、通り天の表記。以下は、新唐書に、記載の部族名と襲名。党は、吉丹の地を、松清と徳府とし、その八部に九つの州を置いた。以下は、新五代史に、記載の部族名。 やりつあぼきやりつとくみつやりつげんやりつやりつけんやりつ、たかしちょ、やりつそうまことやりつこうきやりつのべきやりつあつしやりつ、みやびさとやりつうけら、べつやりつ大石、やりつえびすれつ、やりつじかろこくちゅるく、ないまんじんばときったんじんの水墨が英語で、中国の旧名である、キャセイ、ロシア語で中国を意味する、モンゴル語で中国あるいは、漢民族を示すなどはきったんに由来する。 11から13世紀におけるモンゴル高原のモンゴル人にとって中国とは漢民族のうではなく喫ンの領であった。そのためモンゴル語では中国のことを喫ンで呼ぶようになった。モンゴル帝国の拡大に伴いモンゴル人が中央アジアや西アジアに移住した結果として同時代のアラビア語、ペルシア語文献には タンや広く北中国全域を指す場合、ハタないし、ヒタあ,あること、あるキータと呼ぶようになった。特に中央アジアイランで編纂されたペルシア語の地理書、年代記などでは、中国全般を指す、チーンチーンないし、チーニスタンチーニサーンという古称が存在し、13世紀半ばまでは、北、中国を指す、別の古称として、タムガージュタマジなどの語も使われていた。 モンゴル帝国時代以降は、旗いないし、ヒタあい、かたい、きたという表記が一般化し、これ以降、北中国方面を指す言葉として、ヒタあいが定着していったようである。モンゴル帝国時代の中期モンゴル語では、単数形のキタンカテンよりも複数形のキタド、クワイトット、キータットで呼ぶ場合がより一般的に見られ、金が朝について言うときも、キタドという呼称が使われる。 例えば、緊張皇帝という場合、現朝筆詞では、北戸の民の緊張皇帝という表現があり、周氏のペルシア語文でも、北イーの帝王であるアルタンハンと同様の表現がされている。東王においては、チンギスンの孫であり、かつ、長男、女子の後継者であるバトゥが東王を征服し、ジョチウルスを成立させた。そして、現在のロシアを中心とした地域に、 モンゴル人が支配者として移住したことにより、東スラブ語はモンゴル語の影響を受けた。その結果として、ロシア語では、中国を、と呼ぶようになった。マルコ・ポーロなど、モンゴル帝国へ訪れた、ヨーロッパ人が北、中国や中国全般を指すのに用いた、チャテ、キャテ、カタイは、モンゴル語が、元朝の公用語であったことに由来する。日本語でカタイという言葉は、 キャセイという英語になったキッタンを語源とするキャタイのことで東方圏文録の頃に西洋人が考えた中国北部を言う。これに対し中国南部は万事と呼ばれる。ありがとうございます。